1975年の阪神タイガースでは、1975年の阪神タイガースの動向をまとめる。この年の阪神タイガースは、吉田義雄監督の1年目のシーズンである。優勝が期待されながらも4位転落の責任を取り、金田正さ前監督が辞任すると、往年の名誉劇種、吉田義雄がこの年から監督に就任。監督、コーチに加えて、 ユニフォームも一新され、ビジター用はそれまでのグレーに変わって、スカイブルーが採用され、袖とズボンのギザギザラインは、デザイナーの長井和正が手掛けるなど、輝きるラインユニフォーム、新鮮組ユニフォームと言われた。チームは、優勝候補筆頭の巨人が開幕から再開に、低迷したこともあり、対応も含めて5球団が5月まで首位を争う、展開。6月に入ると、 太陽、8月に入ると、ヤクルトがそれぞれ脱落したこともあり前年優勝の中日、広島と優勝争いを展開したが、市のロードの影響もあり9月以降は勝ち星を伸ばせず、広島の初優勝を許し3位で終えた。投手陣は、江夏豊や上田二郎などが1年通して、ローテーションを守り、リリーフではこの年遺跡の兄や総八が、守護神となり、 最優秀防御率を受賞。打撃陣の4番の田淵光一が本塁打王を獲得し、後半からは掛布正幸が三塁一種のレギュラーを獲得するなど明るい話題もあった。ありがとうございます。